ちょっとでーす。先日、田中くんがまた逮捕されたということで、田中ファミリーの一員として、今回は、この植物っていうんですかね、こちらのことについてお話ししていこうかなと思います。まず、田中くんなんですけど、保釈中に違法薬物を所持したとして、医療品医療機器法違反容疑で書類送検された。昨年11月、東京都港区で指定薬物 THCH を含む液体およそ 0.3g を所持したとして警視庁に逮捕されたアイドルグループカットゥーンの元メンバー田中受刑者っていうことなんですけど、不起訴処分になったみたいなんですけど、この THCH っていうのが違法に認定されたのが2023年8月4日だったんですけど、田中くんは去年11月まで持っちゃってたっていうことでね。これね、まだまだ田中レベルが低いかなっていう感じがします。これダメですって言われるまでは持っててもいいんですよ。で、ちょっと田中さんってそういう人だったんですねって言われちゃうかもしれないんですけど、まあ、僕もね、好奇心旺盛なタイプなので、ちょっとやったことがあります。ということで、今回はそちらの話をしていこうかなと思います。ちなみに、もう今はだいたい公園でグミ配ってたい、なんかもう気持ち悪くなっちゃって、規制みたいになってからもうだいたいそういうのが規制されたみたいなので、皆さん手を出さないようにしましょう。このタイマ植物葉っぱみたいなやつなんですけど、まあ、中にいくつか成分が入ってるんですけど、そこの成分のふわふわするような成分だけ抽出して、グミに入れたり、クッキーとして食べたりっていうのが、一昨年から去年ぐらいに流行したんですよね。そういう成分が取り出せるようになって、その成分単体では規制されてなかったんで、やっちゃおう、使っちゃおうぜ、みたいな感じだったんですけど、まあ、これが2022年3月17日に HHC っていうのが規制されて、で2023年3月20日に HHCO、THCO っていうのが規制されて、2023年8月4日に THCH っていうのが規制されて、2023年12月2日に HHCH。で、これなんか化学式があるんですけど、全部大体同じような感じで、端っこのここだけ付け替えましたみたいなのが、いたちごっこみたいになってたんですけど、まあそういう類似する化学式のやつも規制しましょうっていうのが去年になっていきましたね。で僕も、まあ、どこのタイミングかわかんないんですけど、まあ数年前に、数年前に、ね、やりたいんですけど、ね、結論から言うと、これは大失敗したのでね、そちらの話でしようかなと思います。まあこれ、体に悪いのかって、まあタバコとかお酒と比べて、体に悪いのかっていうと、まあまあ、わかんないっていう感じなんですね。まあ、どっちかというと、そういうのを初めてやってみて、なんかパニックになっちゃって、まあ救急車とか呼んじゃう人とかがいて、迷惑だから、規制されるっていう感じなのかなと思ってます。で、僕もね、そういうのなんでやってみたんですね。普通に、ツイッターで、まあその当時は、これで、なんとかなんとかっていう成分名とか入れると、通販サイトみたいなのが出てきて、普通に銀行振込でペッて、振込すると、レターバックみたいなやつで送られてきて、で、なんか、ジョイントみたいなのが、はい。で、それをなんか、電子タバコみたいなののやつがまたあるんですけど、ベポライザーっていうんですか。500円ぐらいで買えるやつがあるので、それに、シュッてつけて、シュッてやるんですけど、まあそれはね、まあその時は大丈夫だったっていうのもありますし、好奇心でやっちゃったっていうのはありますよね。たまにアーティストの方とか、ビートルズとかが、そういうのをやってみたら世界が開けたみたいな言うじゃないですかっていうのをなんか存じていたので、まあ僕ちょっとね、興味持っちゃうんですよね。これね、良くない。なんで、僕もね、家で一人で、あれしたんですよ。夜に。で、で、まあ、最初吸ったんですけど、別に何もないじゃん、みたいな感じで、まあ、よく調べると、なんか、肺にちゃんと入れないとダメですよ、みたいな感じで来たので、僕、割と5回くらいやっちゃったんですね。で、まあ、それでですね、聞いてくるのが割と30分後とか、みたいで、これね、様子見ながらやんないとダメなんですけど、だから最初口でふかした後30分経ってて、効かないじゃんって思って、ちょっと、
調子に乗っちゃったんですね。5回ぐらいやって、なんか何回目かで、なんか、気管に入って、すごいゲホゲホゲホってなったんですね。まあそっから、ちょっとなんか、体が浮いてるような感じになってきて、おうって思って、空中で自分が飛んでるかのような感覚、まあそういうのがあって、まああと、僕がやりすぎたんだと思うんですけど、目閉じるともうなんか、視界になんかもうケミカルな模様が、ブワーってなっちゃって、10分くらい経ったらもう気分悪くなっちゃっててですね、あ、もうこれ、僕死ぬのかなみたいな思っちゃってましたね。いわゆるバットっていうやつなのかなと思うんですけど、これ、まず、一人でやってんのが良くなくて、そういうのをね、分かってる人、友達とかいないと、どうだ、やっぱそういうの不安になっちゃうっぽくて、で、そういうちょっとの不安とかが、どんどん増幅してっちゃう感じで、なっちゃうんですよ。で僕はまあ、言わずもがな、一人でそういうのやってるんで、ちょっと不安になった瞬間に、うわぁってなってですね。まずですね、時計の時間の進みがめっちゃ遅くなって、スマホで時計のタイマーとか見たんですけど、30分経ったはずなのに1分しか経ってないみたいな、その時間感覚になったりとか、あと、視界と脳みその感覚がちょっとなんかずれちゃうみたいな。目では自分歩いてるのに、体もう倒れてるみたいな、そういう感じになってきたり、ちょっと、あれこれ良くないなってなって、あれってなんか、心臓今止まってねみたいな。そういうもん、勘違いなんですけど、そういうのをしてると、もう勘繰りっていうんですかね。そういうの、ちょっとの疑いがもう全部本当に燃えてくるみたいなところがあってですね。あ、これ、もう、やばいなって、なって、あ、普通にもう、これで僕死ぬのかなって思ってですね。まあでも救急車とか呼んでもすごい迷惑だろうなとか、頭では思ってるんですけど、でも普通に、もう心臓が、動いてないんですよね、僕の認識では。まあ普通に、だから、まあ今考えると普通に、ただの迷惑なやつなんですけど、僕も、それで、救急車、119番しちゃったんですよね。で、それで、家に来るじゃないですか、その救急隊みたいな人たちが。で、どうしたんだみたいな、言われて、やばいんです。心臓が、なんか酸素が入れられなくて、ヘモグロビンが、みたいに言ってて。で、まあ、救急隊員の人がなんか、結構普通の、なんか全然慌ててない感じでですね。で、ちょっとなんか、血中酸素濃度とか測ってくれたりして、あ、もう、それで僕が分かってくれるだろうな。あ、今、僕本当に呼吸できてないから分かってくれるんだろうなって思ったら、救急隊員の人、いや、心拍数は上がってますけど、特に異常はないですね、みたいに言ってて、え？ってなってですね、そこで、僕は過ちに気づいたわけですね。あ、これ、全部、幻覚なんだ、みたいなね。だからこれもう最悪のパターンで、周りの人に、そういう迷惑をかけちゃうパターンのやつを、一人でやっちゃったやつですね。だから、本当にこれね、こういうのね、友達いない人はやらない方がいいですね。その時は、違法ってなってなかったんで、その後なんか、持ってかれたりしたんですけど、その僕は特に、書類送検みたいな、そういうのは特になく、普通にこのまま、生きてるっていう感じになっちゃってます。しばらく僕、正気に戻れなくて、なんか、あ、これってもしかして逆に今この現実が幻覚なのかなとか、一周回った勘繰りをしちゃうんですね。あ、これ、こっちが現実で、これが走馬灯で、この現実を受け入れたら僕は、甘酢の川渡っちゃうのかなみたいな。逆勘繰りをしてしまう。だからここで、この人たちを受け入れたら、僕は死ぬんだ、みたいな。それだから受け入れられるわけにはいかないみたいな感じ、思ったりしちゃったりです。ちょっとね、迷惑かけちゃいましたね。で、結局、多分、僕の感覚4時間ぐらいだったんですけど、多分1時間とかで、あ、すいませんでしたって言って、その迷惑だけかけて、あれしたっていう感じでね。いや、本当に、それに関しては、申し訳ございませんでしたっていう、そういう感じでね。そういう迷惑をかけるちゃう人が後を絶たないんだったら、まあ、規制されるのもやむえなしっていう。まあ、本当に体に悪いのかとか置いといて、
まあ、僕みたいにちょっと事前準備も足りないまま、そういうのやって、周りに迷惑をかけちゃう人がいるから、まあ、そういう規制されていくのも、ちょっとやむを得なしっていう感じかなという。まあ、僕はちょっとあんまいい思いではないっていう感じです。あ、で、その感覚、感覚なんですけど、まあ、楽しいっちゃ楽しいんです。根っからの陽キャみたいな人だったら、めっちゃ楽しいと思うんですよね。僕も、楽しい時は、楽しかったんですよ。あと、なんか頭も、なんかスーって、多分タバコやってる人とかもそういう、あれっていう噂は聞くんですけど、頭がなんかスーって なったりして、まあそこはよかったって言っちゃうとなんかあれなんですけど、でも僕はなんか、割となんか考えすぎちゃうタイプみたいで、思考が割とぐるぐるぐる、思考がなんか止まらなくなっちゃうんですよ。悟りとか気づきとか言ってる人もいるんですけど、そっちっていうより、何やってんだろう自分は、みたいな。そういうあっちになっちゃってですね。あと、なんか僕、体質が合わないって、なんか体が震えちゃったり、その後何回かトライしてたんですけど、体が震えちゃったり、なんか心臓がなんかバクバクしちゃったりして、感覚もなんかアルコールとか、飲みすぎた時とそんな変わんないなという感じもあってですね。で、そんな憧れるようなものでもないのかなっていう、逆にね、思っちゃいましたね。なんかそんな言うほどかなっていう、若気の至りみたいな、そういう感じなのかなと思っちゃいました。依存性とかはほぼないらしくてですね。で、致死量とかもほぼ全然ないらしく、ない、まあ、そこ、あんまり擁護してるわけじゃないんですけどね。そういうらしいんですけど、まあ、唯一の問題点やっぱそこの、一人で勝手にやって自爆して、救急車とか呼んで迷惑かけるやつがいるっていうのが、良くないんだろうなと思いました。まあ、だから、田中くんもね、不起訴処分になったみたいなので、まあ、反省していただいて、まあ僕も迷惑かけちゃったんでね、反省して、納税していこうかなと思ってます。なので、はい。まあ僕、体質合わないかなっていう感じがあって、去年、タイとか行ったんですけど、タイってなんか、路上で大麻ショップみたいなのがあるんですけど、まあ僕は、やんなかったですね。で、まあ、また別でなんか、一体感を感じるみたいなやつも、まあ、あるらしいんですけど、まあ、それはまた、なんかまた、まあ、いつか、またそれについても、触れていこうかなと、そういう感じですね。はい。では。すいませんでした。